池田美濃黒、そんな感じでお願いします。第10回イエーイ。いやー、今日はちょっと押しまくりの繋がらないし、もう大変でしたね。何が起こったんですか。やっぱりこれはちょっと捜査にユーストが恐れをなしたと、ここで高らかに宣言しておきたいかなと思うんですけど、まあじゃあゲスト、はい、今日はじゃあママチョップの代表、そしてヌルシューブの部長、ソウさんです。はい、よろしくお願いします。はい、なんか早速手が伸びて100円がチャリンとお金言うてたもんは、なんで1週間前、あ、2週間前と同じことを前にいるやつはしてるんですか、ね、今そこにゆで卵があるから、そこにゆで卵があるところには KRG が現れるというと、ね、そういうことですね。じゃあまあこの番組ってなんか単純な話しちゃうと、まあ、帝勢がまあよく見てる番組なんですよ、はい、まあ、蘇さんのこと帝勢はまあ知ってるとは思うんですけど、まあそのいやいや知ってるだろ普通になんか一緒に遊んでんだから友達として知ってるでしょ。そういう意味で俺だってね、そういう意味で あるわごめん。まあそのちょっと今度は蘇さんがねほりのことをねほりはほり聞いていこうかなというような内容で、はい、ダメ、もう一個食ったの早い、早いな、早くねえゲストじゃねえと早いな。皆さん、ゆで卵が減るところをちゃんと数えてください。ゆで卵の減る数を数えろ、数えろ。また食ってる、また食ってるな。そうか、分かってる、気になるんだよ、その目の前でガンガンチャリンコとかいい音なんだよ、食われると気になるんだよ。でもう1時間も押しちゃったんで、その間ずっと飲んでたから、飲んでるからもう酔っ払っちゃってますよ、ほんとに大変ですよ、もうこれ皆さんも飲んでください。はい、ええな、もう3個目かえ、はい、いや、いいよ、続けて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 、どうぞどうぞ。まあカウボーディバップの一場面を、何でしたっけ、はい、蘇さんといえば、まあ、ママチョップの T シャツがまあ有名なんですけどね、はい、ゲーム系とは限らないのか、限らない、まあ、まあ最近はゲーム系が多いですけど、うん、まあ、インディーズブランドのママチョップという T シャツブランドで代表をやって、ちょっと簡単にでいいんで、簡単にママチョップのちょっとこう話をちょっとしてもらっていいですかね、はいはい、ざっとでいいんで、どんなブランドなんですかみたいな、面白いと思ったものを、うん、ネタを T シャツにしてるんですけど、ただ文字を載せただけだと、うん、アメ横とかで売ってるゴシックで書いてあるような、うん、ちょっと安っぽくなっちゃうっていうのがあるので、それはフォントとかデザインとかちょっと頑張って、うん、メッセージとして面白いものになればいいかなっていう感じで作ってますっていうのがざっくりとした説明です。なるほど。で、まあ、それ何年前から続けてんの。19年前お来年20周年ですね。おお、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。前回ストリートファイター T シャツ出した時に、はい、帝でもママチョップの特集の配信、大塚くんと一緒、大塚道くんと一緒にやったりとかしたんだけど、はいはい、あと老害の時もやりました、ね、あ、老害か、あとね、あ、老害の時からやったの。あ、そうだね。そうやったんですけど、まああれ見てくれた人は大体話の流れは分かってるかと思うんだけど、まあそのゲームに限らずね、はい、まあへんてこな T シャツをこう自社で作っていくと、自分たちで作っていくと、はい、着たいものを作る、着たいものを作る。だから自分が着たくないものは作りません。あ、基本的にはね、はい、まあそんなんで、まあその蘇さんがまあ、ゲーム業界面白いな、まあ、ゲーム業界に関わってた感じのこともあり、はいはい、まあ、ゲームが結構最近メインになっている、ね、まあ、あと帝に通い詰めて面白くなってきたっていうのもあって。なるほど、ね、っていうのもあります、もちろん。今ちなみに何やってんの、仕事。え、今の仕事言える範囲で、言える範囲で仕事、とあるテレビ局の関連会社で映像編集などをしております、うん、なるほどね、はい、それで放映する前に池田美濃子を見たわけだ。そういうこと。じゃあとあるってバレてんじゃん。あ、バレてるいや、タバコ吸いに行った帰りにさ、なんかスタジオから池田美濃子の声が聞こえて、え、なんでいるのと思ったらいなくて、うん、映像だけが流れてインタビューに答えてるっていう。なるほどね、卵くせえな、本当に卵くせえな、温泉かここは。まあそういうことがありましたと。はい、じゃあ東京に出てきた、はい、来て最初に就職したのはゲーム会社。そうですね。あ、なるほどね、はい、もっと食うね何個目、1,2,3,4,600円入ってるってことは6個食ったってこと。6個目。だって俺と今蘇さん大した話してないですよまだ始まったばっかりおい卵追加、おい卵おい卵みたいな感じ、タモさんみたいな。喋らなくていいからああ、まあ、なるほどね、はい、この間喋りが俺の食うスピードを遅くしたってことです、ね、なるほど。
まあ、今日はなんか人気の総さんということで歴代のゲストゲストたちがなんかやたら集まってる、ありがとうございます、ありがとうございます、状況ではございますけどね。あ、なるほどね。ゲーム会社に就職するために、え、出身金沢だっけ？出身金沢です。出身金沢、はい、で、金沢を出て、はい、東京でゲーム会社に就職した。そういうことですね。なるほどね。じゃあその辺ちょっと根掘り葉掘り遡りつつ聞いていきたいかななんて思ってたりするんですけど、はいはい、まず総さんって、はい、石川県で、はい、まあ、ずっとガキの頃からゲームやってたわけですね。やってましたね、はい、マジですか、うん、スペースインベーダーが近所のデパートにあるって話が伝わってきて大ニュース大ニュースということでやりに行ったと。それね、あの当時はゲームって悪いものとか子供は言っちゃいけないものっていう評判がまだ世間になかった。なるほど。だからなんか社会現象になったものがオラ村にやってきたみたいな感じ で母親があんたちょっとお兄ちゃんと一緒に見てきなさいみたいな感じで、ああなるほど、うん、で見に行って、でなんかすごい自分今だと当たり前なんだけど自分が操作したまま画面の中も動くっていうのがすごい不思議な感じで、なるほど、うん、最初のプレイ30点で終わりました。なるほど、30点。テレビとは違うものが画面に映ってるというのがとにかく衝撃であったと。衝撃。78年。自分が本当に操作したまま動く、それにビビっちゃって。なるほど、なるほど。10歳、78年10歳の。